これまでのリベレーションズ2は。やべえよもう、やべえって。みんな感染してるわけ。こりゃ屋根に登れ。ほら、お揃い。あらあら、ルール違反よ。クレア、あの子がいない。あの塔に行く途中でモイラと一緒になったの。バリー、あそこに何かいる。待っていた、ずっとこの時。事故か、まったくどこもかしこも異常だな。ここでモイラと別れたの、おじさんが来たから。ベスカーが二人。ナタリア。クレア、そっちはどう？ダメ、いないわ。あの子どこに？モイラ、見て。ニールからのメッセージだわ。一言だけ、工場へ向かえって。工場？どうするの、クレア？何か掴んだのかも。行くわよ。あの子どこに行ったんだろう。名前も聞いてなかった。どこかに隠れてるかもしれないわ。探しながら進みましょう。ねえ、ニールは何のためにこんなところに来たの？わからない。本人に聞いてみるしかないわ。テリトリー？ねえクレア、なんか変だよ。気をつけて。ニールのだわ。その男はプロメテウス。神を裏切り、岩に捕らえられた男。ニールはどこ？答えなさい。とにかくニールを助けないと。でもどこにいるの？中を探しましょう。
Светлое будущее. Опохмелитесь, помойте руки и в столовую.工場にしては厳重すぎるわ。私たちの目じゃ先に進めないよね。どうしよう。奴らは死んでるよね。やっぱりこの工場普通じゃない。見てあの天井、もう最悪。鍵がある。取る方法を考えましょう。
Рабочий день начинается. За работу, товарищи! Thank you.
嘘でしょ。ねえ、このまま行ったらまずいと思うよ。そうね、迂闊に動かない方がいいわ。何か方法を探してみましょう。使えそうね。これで網膜認証を通れるかも。きっとそうだよ。試してみよう。モイラ見て、死体のお腹の中。これもしかして。今だよ。外にあった石像の部品かも。でもどういう意味かな。地図もあるわ。
この工場、下水道から塔に通じてるみたいだけど、下水道はあの石像の先だよ。本当だわ。石像をどうにかしないと先には進めないわね。そうか、この部品の意味が分かってきた。